元気です。いろいろありますが、落選候補としての人生を生きています。まだまだまだですよ。キュ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 ー、マイクをちょい上げでお願いします。キーキーワンツーヘイ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 ヤイヤマン、渋谷の皆さん、今日はいろんなちょっとみんながどんどん前に出てっちゃってるんで、アーティストがちょっと俺からもう一回モニターの50センチ奥に立ってくれっていう指示が来まして、今日はどの角度から俺を撮ってもこの棒が入るっていう。オッスオッス、イエー、今日はギター越野龍太と一緒にやろうかなと思うんだけど、2年ぐらい前にここで何かありましたよね。何かが変わるのかなっていう期待を抱かせて、その後なんかね、やっぱり時代を動かすっていうのは岩のように重たいんだなと思うんだけど、やっぱり一人一人の中ではいろんなことが起きてきたはずなんだよね。で、今日は俺は東京のみんなに伝えたいことがあるんだ。俺は仙台原発の再稼働っていうやつをやっぱり690日ぐらい動いてなかった原発をまた動かすっていうことの、その築き上げた結晶を一瞬でなくしてしまうことの重大さというか、もったいなさというか、その決定に俺らが一切関われないという意味においては、日米原子力協定2018年に更新させないためにも俺たち自身が政権取らないともう原発は絶対止まらないんだよ。じゃあ政権取る気あんのかって話で、俺含めよ、俺はもう一回選挙出るのビビってるよ。すげえ疲れたもん。で、今の空気の中で出てもあれと同じぐらいのこと起きねえんじゃねえかと思ってビビってるよ。で、会う人に聞かれるんだよ、次も出るんですよね、次も出るんですよね。その2年間にすげえ疲れた。それでさ、仙台原発で俺が見てきたものを伝えたいよ。この後に及んで、自民党は2600万票でしょ、自公が。それら以外の人が3300万票入れたんだよ。数の原理で勝ってんのに勝てないのはなんでなんだってことなんだよ。一つ慣れてないんだよね。くだらねえよ、三宅洋平はああだこうだ、山本太郎はああだこうだ、それ打ち毛羽って言うんだろ。いつまでやんだよそれを。それで俺の人格とかネット上で傷つけてさ、デマみてえなやつ拡散してどうすんだよ。それは俺口が悪いよ、初めから言ってんだろ。ヤーマンって言ってんだろ、初めからって話で。そんな俺がなんで選挙に出なきゃいけねえかっていう時代をもっと見つめようぜっていう話の中で、俺が仙台原発で見たね、俺そういうこの2年間すげえネットストーキングされてサイバー攻撃受けて左翼大っ嫌いになってたんだけど、仙台原発行ってさ、左翼のおじちゃんたちがテント張って、もう半年前からやっぱりさ、デモなんかやって何の意味があるんだよってよく言われるんだよね。だけどさ、俺は行ってみて思ったよ。相変わらずうだうだと暑い中、何千人でとことか歩いてゲートの前行って、仙台原発再稼働反対ってやって帰ってきて、これで何が変わるんだろうって思うよ。だけどさ、原発が再稼働するっつうのに誰もデモに参加しなかったら、誰もデモしなかったら、そっちの方が俺はゾッとするんだよね。その日本、国会前だって一緒だよ。シールズの若い子たちが頑張りゃ頑張るほど、ああだこうだ裏があるとかなんとかで誰がついてるとか、いろんな疑心暗鬼が渦巻いてるけど、じゃああの子たちがあそこで大声上げなかったら、俺はそっちの方がゾッとするんだよ。その中でさ、これ以上もっと何かをするためには俺には何ができるんだっていうことを考え始めるんだよ。でもじゃあ変わんねえんなら、じゃあ俺何やるんだって突き詰めたら、俺は選挙に出たわけ。そういう人が1億人いるんでしょ、この国には。それで仙台原発で再稼働の前の夜に、いや俺はさ、結構ああいうとこ行っても、いや俺はこういうやり方が左翼は良くないと思うんですよって、まあ俺も左翼だけどなって周り中のおじちゃんに言われるんですけどで、おじちゃん平気でカップラーメンテントの中で食ってるから、俺はさ、まあまあエセオーガニックナチュラリストだから、エセってつけとくけど、意志が弱いからタバコも吸うし。だけどさ、いやおじちゃんさって、
原発とカップラーメンは俺にとって一緒なんだよって、そっから変えてこうよって話もするわけよ。厳しいねとか言われて、ほんで俺はその日ライブやって疲れてたから寝ちゃったんだけど、次の日7時からみんな運動をしてゲートの前で10時半に再稼働されたわけだけど、夜中夜を徹して60、70のあの運動世代のおじちゃんたちが人間の鎖っつって腕組んでゲートの前に座り込んでさ、徹夜で座り込んだんだよ。それに向かって何の意味があるんだって俺には言えないし、そうも思わない。で俺は曲作りもあるしこれもあるから新幹線に乗って帰ってきたんだよ。電気使って時速200キロで鹿児島から遠ざかりながら再稼働っていうニュースが飛び込んだ時にさ、やっぱあのボロボロのズボン履いてボロボロのジャケット着て何十年も運動してるおじさんたちが人間の鎖やってたのに動いちまったっつうのがやっぱ悔しくて、なんかおっちゃんたち今すげえ悔しいだろうなと思って、なんか新幹線の中で一人で泣いてる怪しい人になっちゃってさ、でも周り見たらみんなパソコンやってスマホやって漫画読んでまるで再稼働なんかなかったみたいなさ、どうなってんだよこの国はって本当に思ったし、でそんな俺は新幹線の中で白くまくってんのね。よく考えたらこれも電気じゃんと思って、だから俺今年の夏はアイス食うのやめた。安倍やめろっていうのは簡単だけど俺たちにやめれることもいっぱいあると思うんだよね。東京がやめれることもいっぱいあると思わない？東急のデパ地下行ってさ、ここでこれやってることも知らねえで、なんか飯買ってる人たちの顔見ながら、お前が原発だよって思ったよ。ギンギンにクーラー入ってガンガンに冷蔵庫冷やして全然自炊しねえで人が作ったもんばっか買って食って、そういうライフスタイル東京から絶対帰れるでしょ。東京が一番そこ行っちゃってんだから、東京が一番帰れるんだよ。でもそれは本当に一人一人の単位だと思うんだよね。だからよろしくお願いします。俺はその仙台原発のゲートの前の雰囲気をとにかくみんなに今ちょっと包んで持ってきた。また喋りすぎたから曲の数減らそうね。2、3曲にしよう。自分にとってのまあ俺は運動家じゃないし、まあ運動の人たちの中には三宅入ってくんなって言ってる人もいるんで別に入る気もないし、だけど俺はいつも横にいるぜって感じで。その始まりは7、8年前に上関の原発で反対運動に、いや好奇心だよ、見に行きたかったんだよね。で行ってから俺の原発反対の運動が俺なりに始まったんだけどさ、その時の歌です。忘れるのだろうかこの素敵な日々を、遠ざかってゆく島の稜線、永遠に手を振る堤防の先、僕は人生のほんのひとときをまるで神様たちと共に過ごし、各々の思いを夜な夜な語り明かし、穏やかな力をもらい歌に変える。東京へ帰れば君やブラザーが出迎えてくれる、晴れやかな面持ちで港ハグ、今日のステージはスクランブル交差点、お花畑だけにゃいないけど、夜景の原に僕ら何を見たのさ、Yeah.
帰り何話そう、まずは君と朝もや船は行く、僕は乗せて振り返れば霞んでゆく祝いの島よ。海とフェアディール、あ、じゃねえ、原発と戦い続けて阻止し続けてた人たちの暮らしは1000年前と変わらない漁法で魚を取っていて、地引きも網もやんないんだよね、全部一本釣り漁師は。じゃないと海とのフェアディールが成り立たない。そんなところへ7度近隣の海水より高い温排水が、四万十川の1日の流量と同じなんだよ。1基の原発が垂れ流す温排水の量は海の生態系が変わっちゃうんだよね。釣り糸の先にブンドをつけて 2,30 メートル下の海底の岩の位置まで全部何十年かけて把握してるおじさんたちからすれば、あそこからじゃんじゃん温排水が出てきたらもう何の魚がどこにいるかもわからなくなる。商売上がったり、岩島の人たちはそういう心で30年原発と戦ってきたの。もちろん鹿児島の仙台にもうまい天草もあるし魚もあるし、俺たちは人間だけで生きてるんじゃないから。
やっぱり憲法の中にも人権と同じぐらい生態系の権利を入れるような新しい憲法を俺たちは作るべきだと思うし、だけど9条は絶対に守った方がいいし、なんならもっとパワフルにした方がいいんじゃないの。9条を護憲っていう国会内の戦略戦術はすげえ大事、それがすげえ必要な時もあるし、それと同時にカナダとかいろんな国みたいに、ゲータイみたいにバージョンアップしていくっていうのも大事だと思うから、そのために頭使って話し合ってみんなで作っていくっていう三角意識も生まれると思うんだよね。コスタリカ60年間丸腰で超超ハッシュの外交をやりながら自分の国を守った国もある。コスタリカの人たちに言わせれば、武器持ってっから攻められるんだよ、軍隊があるから攻められるんだよ、基地があるから爆弾落とされるんだろって、バカじゃねえの軍隊持つなんてって言ってんだって。コスタリカじゃ60年やってんだよ。だけど丸腰外交っていうのは別に鼻くそほじりながら丸腰ってわけじゃないよ。丸腰だからこそ今の5倍も10倍も外務省が頑張るんだよ、絶対戦争になんないように。だけど完全に丸腰の場所を攻めてごらんよ、国際社会から信用ゼロでしょその国。中国が、じゃあ日本が丸腰ってのは段階的にやんなきゃダメだと思うよ、俺も別にそこまでファンタジスタじゃないからさ。段階的に武装解除したとして、余震波2、30年後に軍隊がない日本に中国が攻め込む、世界には中国に攻める理由が欲しくてしょうがねえ国がいっぱいいるんだぜ。そういう引き合いをちゃんと生かして外務省がちゃんとやれば、丸腰は最強の武器になるはずなんだよ。そのために平和憲法9条っていうのが三千とあるわけじゃない。アメリカが書いた憲法知らねえよ、上等じゃねえか、落としてっちゃったんだよ9条ね、マッカーサーやケイディスが。いいじゃない、いやまあありがとう、ありがとうって何が。暑さはさ、俺は山本太郎とかからもらうわけ。なんか冷めちゃってる時もあると思うんだけど、暑さはこの距離でしか伝わんないからさ、みんなが帰って身の回りの人たちにこれはまた伝えてってほしいんだよね。そんな思いで、大事なことは手から手、まいて種、芽出す土から土へ、手、芽、口、土、口、口。
界を見渡し並々に夢を垣間見る平野で実りを見つめ谷間に裾を濡らすそしてまた旅に出るその旅に出るきっと最後の旅に出る体が動けば心は動き出す心が動けば体は動き出す8月30日東京のみんな国会の前に集まってくれよ日本中で100万人以上がデモすればこの国変わるよ逆に言うともうそんぐらい追い込まれてんだよ違いを乗り越えて一つになるしかねえだろ喧嘩ならさ原発と戦争止まってからいくらでも相手してやるよ友達の喧嘩が俺は上等だと思ってるからI'm gonna get out of here.
類が行ったところのない場所へ行ってみましょうよ。俺はアポロ計画ってほんまかいなと思ってるんですけど、まあ一応月には行ったことになってるけど、この科学が発達した時代に世界でもうツアンポー渓谷すら踏破されて、人間が行ってない場所は一個もないって言われてるけど、あるだろう一個だけ。戦争も原発も搾取も貧困もない地球ってやつにまだ俺たちは行ったことがないと思うんだよね。もう行こうや俺たちの代で。そのためにお互いのわからない部分を分かり合って必死で探って、優しさ忘れずにたまに声荒げてちゃんと喧嘩して、みんなで一緒にやっていきましょうよ。渡り行け海渡り行け、今大地を休ませて思いもよらない場所まで、どこか心の奥の方で世界や白浜あの砂踏みしめる君のその裸足で、hey, hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah. 日陰に落ちてる貝を拾って、This is a gypsy song. Go far away, go far away, you keep the motivation.
motivation to be yourself. To be yourself. To be yourself. To be yourself.増やしながらどんどん人々を巻き込んで日本を変えていくことはもう決定してるわけよ。